ございます。こちらは府中芝 2000m の天皇賞秋、府中芝 2400m の日本ダービー、芝馬検定レースとしては最重要ともいえる2戦を制した馬でございます。さらにサンデーサイレンスも持たないという血統背景もありまして、とても昨年延期にしていただきまして196頭と後輩を済ませております。その勢いでまた今年もですね、たくさん、序盤から申し込みをいただきまして、すでにブックフルとさせていただきました。もう申し込みありがとうございます。無敗の三冠馬であるディープインパクトと同品系出身、そして父は父としても、父の父としても、また母の父としても三冠牝馬を送ったキングカメハメハ。母の父は三冠牝馬の父、エピファネイアを生んだシンボリクリセス。これほど三冠馬というワードを用いて紹介できる種目はなかなか、ないことかと思います。さらに各たどればシアトルスルーも入っておりますから、三冠馬に まつわる、馬たちだらけの血統構成となっております。この馬自身が三冠馬の父になるのはまた、非常に大変なことではありますが、最低でも毎年クラシックとは、関係のあるような種目になってくると思いますので、ぜひぜひこの馬の活躍に届けていただければと思います。3区、たくさん生まれておりますが、この世だけ完璧そうな馬ですが、唯一ちょっと懸念材料かなと思うところはキングカメハメハと、母父シンボリクリスエスという構成ですから、やや、足元なんかが硬くなりかねないようなところもありますが、3区を見る限り全くそういったことはなく、この馬らしい足元をちゃんとしなやかでスナップも強いという足元をしっかり受け継いでおりますので、懸念は、ほぼなくなってきたというところでございますので、ぜひ信じて今年もたくさんつけていただければと思います。レイデオルでございました。